夏シラ始まるよ。松代の皆様、そして松代出身の皆様、全国の皆様、こんばんは。私は松代テレビ局の宮本太こと宮坂です。よろしくお願いします。今日はですね、24年12月31日大晦日ですね、午後7時になりました。今年も余すところあと5時間ぐらいですかというようなことなんですけども、今日はですね、大晦日ということで皆様ご家族お揃いで、大晦日を迎えたというふうに思います。さて、私ども松代テレビ局なんですけども、一昨年7月に開局いたしまして2年半を過ぎました。そして、今ただいまお送りしておりますこのしゃべくり松代なんですけども、開局から4ヶ月後の11月からですか、放送開始いたしまして、2年ほどが過ぎました。ということで今日大晦日の月曜日なんですけれども、114回です。毎週この時間は、生放送でお送りしているんですけども、今日も先ほど申し上げましたように、大晦日の12月31日なんですけども、もちろん生放送です。生放送でお送りいたしております。そしてですね、通常は15分番組なんですけども、今日は特別番組ということで、大晦日なんで30分延長特別番組です。というようなことですね、こちらにですね、松代テレビ局の皆様方にお集まりいただきました。今日は皆さん大晦日ということなんですけども、ありがとうございます。ご出席いただきましてどうもありがとうございます。それではですね、今日はですね、なんと、普通はですね一応リハーサルするんですけど、今日はリハーサルなく全くのぶつけ本番ですね。もう何が起こるか分かりません。皆様もどうぞお楽しみにということですね。自己紹介というのに先ほど言ってなかったんですね。それでは、特別、自己紹介、福井さんからどうぞ。自己紹介、あ、違うですか。はい、はい、リハーサルしてないんでね。はい、それでは妹さんからです。はい、自己紹介と、1年の締めくくり、ね、ご挨拶を、30分ぐらい嘘ですよ、はい、30秒ぐらいね、ただ今日突然来ました。はいはいはい、こう言ってんです。はい、以上です。あ、そうですか。去年12月に、入れていただいて約1年経ちました。はい、何にも本当にできませんが入れていただいております。はい、はいはい、ありがとうございます。それでは清水さんお願いします。はい、自己紹介とご挨拶。清水隆三です。はい、何もかも1年生でもう皆さんに教わることばっかりで本当に、勉強することばっかなんですけども、なかなかお役に立てずに、はい、自分なりにちょっと苦労している点もありますけども、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。次はですね、秀樹先生なんですけど、秀樹先生はいけないね、はい、栗林さんです、はい、なんですけども、はい、今日で、ね、特別出演、ね、今日から松代テレビ局の局員になったということでね、はい、先週だったんですね。そうです、すいません。はい、まあ、はい、ミノモンツさんことは宮崎文夫さんの、まあ、昔から の子供頃からの友達の栗林、この解説の当初ちょっと誘われたんですけども、いろいろ忙しかったので出られなかったんですが、最近ちょっと少し暇ができたんで、またマッシュテレビを、はい、月合わせにいただきたいと思います。ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、ご苦労様です。もう3年猶予、はい、過ぎましたね。はい、足掛さん、いや考えてみればあっという間でしたね。いいですね。いろいろね、やりたいこといっぱいあったんですけども、なかなか思うようにできなかったんですけども、宮坂さん、まあ、3年の経験があればね、これからまた、
いろいろな面において、チャレンジしてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、モンタさん、お願いします。お待たせするお願いします。通常はカメラをやってますので、これからもですね、皆さんにいい映像を送りたいと思いますので、よろしくお願いします。カメラプロですかね、こちらね。はい、皆さん。はい、三田です。よろしくお願いします。今年1年、考えてみると、はい、忙しかったですね。まあ、パーソナルあるからね。まあ来年に向けてまた同じような形でですね、番組ができればなというふうに思います。そうですね。はい、いろいろ役持ってるから、ね、大変ですよね。はい、宮本さん。はい、ここから技術陣です。はい、はい、いいでしょう。今日はいいね、全部こう装置が映ってないんであれですけど、最後の方にカメラが動かせれば。この辺のところもちょっとご紹介したいなと思ってます。今日緊張してないですよ全然、うん、普段と同じだからね、はい、それ一番いいね気楽でね、これでやろうかなこれいいと思うんだけどね、みんなのが緊張してるよ面白いです。今日ヨネさんも来てる珍しくて、どうも、はい、ご無沙汰してます、はい、あれ福井さん、福井さんの方映らない、福井さんの方映らない、振ります。あ、ちょっと用意しとっ、はい、じゃあどうぞ入れ替えます。福井さん映ってますか。福井さん、はいはいはい、映りました。あそこ、あそこ、はい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 、ちょっと来たかった、これあ、降りますね。自己紹介を、あはい、技術の福井です。ちょっと現場今ちょっとバタバタしてるんですけども、はい、こっちで振って、はい、よろしくお願いします。三田さんは切れても大丈夫だから、はい、三田さん2カメで入ってる、2カメで入ってる、そうそうそう、 OKOKOK、 行き過ぎだね、あちょっと行き過ぎだね、ちょっと寂しいね、うん、あ、そうだ、うん、ショーに行けばいいか、そうすいません、はい、まだカメラ、ね、はい、OKOK、 もちゃもちゃで、真ん中行けばいいよ、三田さん、はい、うん、OK、 あ、そう、いいね、OK、 三田さんが発表です、じゃあ2カメにしましょうはい、はい、突然に入ってきました。どういうようなことですね、先ほども申し上げたんですが、開局しまして2年半過ぎましてですね、しゃべくり祭ろうも2年というようなことですね、いろいろね、我々も今日で114回のしゃべくり祭ろうなんですけども、いろいろな映像が残っておりましてですね、今日はですね、いろいろなその画面を見ながら、けなし合って笑い合って、今日30分、楽しく過ごそうと、こんなふうに思っております。福井さん、どんな画面から出ますか？その画面を見ながらですね、ぶっつけ本番でいきたいと思うんですけども、どうでしょう？どんな画面出ますか？4月30日。はい、はい、4月30日。4月30日って誰でしょう？私、まさか私じゃないでしょうね。片桐さん。あ、片桐さん、来ました。はい、片桐さん。なんか9時に当たったみたいですよ。はい。八代戦、はい、敗戦後、はいはいはい、の取り組み、八代戦ね、もう敗戦になりまして、かれこれ9ヶ月ですか、うん、4月から数えてね、そんな時期になります。あ、まあ、その間中島さんとの、まあ、人事協議会のね、会長さんとの、対話も何回もありましたけども、今回またね、来週ですか、その結果といいますか、その経過をですね、お話しいただくということになっておりますけれども、まあ、あの当時は本当にどうなるんだろうというふうに考えてやってきたんですけれども、なんとか今日まで混乱なく過ぎてきたようですよね。出てますね、画面ね。だから、今後ね、またこの冬場に向かって、バスの定時運行が出るできるかどうか、そうですね、あ、その辺のところが一番心配なところなんですけどね、まあ、じっくりこの冬の間 の, その状況を見ながらですね、中島さんとまたずっとお話をしていきたいと、こんなふうに思っております。あ、そうですか、はい、今ね、八代線のお話伺ったんですけども、いいですよ、どう、なんか八代線で関わってるんじゃないの、あ、ね、まあ、どう、ちょっと一言どうですか。そうですね、うん、僕は前から自転車道、うん、サイクルが好きなもので、うん、自転車道の整備をこの長野盆地でしたいなと思ってるんですけど、うん、で今回真っ白真田線ができます、うん、まあ、計画されてますけど、まあ、開通は先ですけどね、その時も
自転車専用道路ができました。あと千曲川沿いにも土手沿いにも自転車専用道路あります、うん、ですので真田線、千曲の堤防、それから今度は八代須坂線、うん、この線路の廃線の後をできれば自転車専用道路をてから、ね、こうそうですね、これがね、市の方でもね、無償譲渡を受け入れると、そうですね、千曲市、須坂市、長崎市、三市、まあうんまあ、結局その三市がこう一本につながってないとね、やっぱり意味ないという ね、うん、うね細長いですから、それで後利用としては、まあ、有効利用ということで、今のお話のようにね、自転車道路とか、それから、まあ、そういった形で社会これ活用できないんじゃないかと思うんですよね。大体ね、三種の意見が大体ね、そうそうそうしてますんでね、まあ、それで大体決着したみたいですね。そうですね、その計画でずっと進んで、これからもね、いくようですね。線路のもね、少しずつ工事が始まりましてね、撤去の工事も始まりまして、まあ、いつごろになるか分かりませんけども、そうですね、はい、これからちょっと夢を見ながら、またね、そうですね、どんなフロードができるか。まあ、一時はね、バスの専用道路にしたらどうかっていうような話もありましたけどね、やっぱりそれになると踏切がね、やっぱり電車と同じことで、今の踏切が問題なんですよね。今のその遊歩道とか自転車道路ってもやはり、国道とかそういったのも横断しますんでね、その辺のところの、この、まあ、以前は信号ありましたから、電車、この優先ですからね、問題ないんですけども、その辺のところを今度はどういうふうにやっていくか、まあ、一つの課題じゃないかと思うんです。三田さん、だいぶ関わってるけど、どうなの三田さん、ご意見どう思う、てんてんてん、いや、てんてんてんじゃない、まあでも、あれだね、ある程度、うんね、自転車とかも、ね、停止するってあれになってます、まあ、それもある程度終われば、次の段階っていう形になるほどね、で実際、三田さんの話、多分してくれるんじゃないかと思うんです、なるほどね、はい、大事な、はい、あ日本さんどうなんかどうやってないですか、ないですか、まあねこれ話すればねずっと長くなりますけどね、じゃあ次の番組じゃなくて、その前にねちょっとこの次世代のね交通システムとして、うん、LRT、いろいろな問題、ね、こういったのがクローズアップしてき、ま、来てますけどね、うん、こういったのをまあ次回じっくりお話をしていきたいと、ね、このように思いますよね。じゃあそれにあるしね、ね、LRT ね、はい、それでは福井さん、次に何かありますか、次の話題は次が、ね、うん、次は、5月14日、5月14日、誰でしょう、パーソナリティは三田さん、三田さん、はい、三田さん来ました、パーソナリティ三田さん、はい、住職さん、副住職さんのミャンマ ー、はい、ということですね、のお話ですね、はい、はい、三田さん、まあ、映像が出ないですかね、この映像で、ね、ミャンマーへ、なんですかね、サイレンジの住職、ミャンマーへ、お産をしてきたという形ですね、まあ、これもあれですね、やっぱり大学生の仲間の中がサイパンでやっぱり同じようなことをやっていて、それに参加して、あ、これも自分の尽くしで、やらなきゃいけないという形で、住職と一緒になんか来てこられたみたいですね、うん、あ、出たんですね、はい、ああ、うん、まあこれ行くって言ってもね、ちょっと大変は大変なんですよね、いろんなことを考えながらやっておられるんでね、うん、まあ暑いところ行ってそうですね、はい、やってこられるってね、ああ映ってますね、はい、はい、これは、あ、でもお話しするとこですね。お話ししてるんです、ね。なんか画面が、はい、向こうの、あったんでしたっけね。まあ、サイパン行った時の、あ、奥の大変か。あ、ミャンマー。はい、あー、出ましたね。はい、あ、これですね、うん。だいぶ大変だったみたいね。うん、まあ、そうですね。ね、あ、出ましたね。あ、ね、戦争の、ね、やられた方の、うん、まあ、戦没者のね、うん、っていう形で行かれるんですけど、あ、はい、うん、何回も言ってるようだよね、そうですね、はい、はい、あと、なんかこの今のヤンマー、なんかご意見あります？
清水さんどうなんか特に点点点はい、日本さんは特にいいですか、はい点点点だそうです、はい、それで皆さん次に行ってみますか、はい、はい、それでは福井さんちょっと点点点なんで次のなんかもっと画像へ、あもうちょっと引き伸ばせ、20秒引っ張って、はい20秒は引き伸ばせそうです、あそれではやっぱりここに来ちゃうな、そうそう秀樹先生、ボランティアでそうです、ね、どうぞ、はいミャンマーに来たんですよ、ね、はい見てなかった、真っ白からもね、うん、そういう、うん、あの一つのグループ作って、うん、ミャンマーを押しかけたら行く？いいんじゃないかと思ってますね、秀樹先生行くか一緒に、いや考えてみましょうかね、あそうということで三田さんがね道を作ってたんで、ね、現地にね行ってみてねそれでは、はい、いいようですね、20秒過ぎて、はい、次は何に行きますか、次が8月の3日何でしょう、パーソナリティには森山さん、森山さん、これまた海外のユーラシア大陸自転車2万キロの旅です、 あの話はねもうだいぶ盛り上がったのでね、一番誰か話したい人いますか、ユーラシア大陸、これはやっぱり三田さんかな、三田さんじゃない日本松さんない、ユーラシア大陸はどうですか、パーソナリティは言わないですよ、あそうですよね、あそうさあなんて言ってるはい、じゃあ、まあ一応森山さんがね、うん、そうですね、森山さんだったんでね、はい、どうもだいぶ時間かかって、この調整かけてもらって、こういう話になって、外事さんも一緒にやってきたんで、外事さん、あの方はね、シーナさんでした、シーナさんじゃなくて、そうですね、香港のシーナさん、シーナさんですよね、あの方ね、お連れしてね、あれもサプライズでしたよね、突然お連れしてね、こちらも綺麗な方でびっくりしましたね。はい、そうですね、二本松さんが言ってますよ、ね、嬉しいなぁなんて言ってますね、ここ笑うとこなんシーナさんね、はい、真っ白のね、若者がね、はい、ユーラシアっていうね、自転車でね、横断するっていうのは素晴らしいことですよね、そうですね、この方がね、シーナさんですね、これがシーナさんですね、横にいる方ね、はい、過ぎて行っちゃったね、はい、でも俺もねお話聞いたら、うん、やっぱりその自分たちが行くんだけどやっぱり周りのボランティアさんがいて、そういう人たちと連携取りながら、うん、やっぱり向こうの現地と、うん、連携取りながらやっぱり行くっていうような話です、だから一人自分たちで行くんだけども、うん、あのやっぱり周りのボランティアさんの協力を得ながらやっていくっていうような話でした、うん、あの糸をね結んでもらって、うん、かなりの議論になってましたよね、あれだけの大勢の皆さんとね交流してきたということは大変、まあ、あの一緒の思い出になるんじゃないですかね、そうですね、いつもね、いろいろあるんですよ、あのカンボジアのね、うん、この間のお話しいただいた伝承寺の早川住職もね、そんなこともありましたよね、向こうはそういう風習があるんでしょうかね、うん、そうだ ねなんですよね、どうでしょう、今のユーラシア大陸はあどなたか何かありますか、ないようですか、はい、てんてんてんだそうですね、またそういったのね、自転車のね、あの、うん、探検旅行じゃないですけども、あったらまたこの機会をね、そうですね、次回に出席いただいて、うん、また皆さんに報告するなりね、してほしいですね、まあ、じゃあ第2弾ということでね、ぜひ森山さんにね、うん、今日おいでになってないんですけども、またお願いして、ぜひ、第2弾をやっていただければありがたいと思いますね、はい、僕の知ってる友達 の、 あの息子さんなんですけどね、彼は一人で20歳から2年間ぐらいかけて南米をずっと回ってたんです、歩いて、だからまあ自転車旅行もねいろいろですけど、単独行動でそうやって世界見ているっていう、まあ、見てくるっていう、そういう若者もたまにいます、なんか、あの真っ白町もね、それぞれまだ話聞きたいと思いますね、いいですね、はい、いいですか、はい、じゃあ次お願いします、福井さん、次は何でしょうか、次はですね、はい、8月の20日、8月20日、平成24年秋祭り松代藩真田十万石祭りです、それは8月番宣の形で、あの放送いたしました、で、これは、パーソナリティじゃなくて、あそうですね、あの放送したんですよね、あの時はパーソナリティは三田さんです、あ三田さん、はい、はい、三田さんまたやってきました、どうでしたか、これは、はい、
ええ、佐賀祭りで、はい、これあれ、そうですね、あそこで伊勢町、中町のところだね、中町のところなんですけど、六門線を渡すやつなんでね、おあれ積み重ねてるやつなんですよ。で、真っ白の、ね、地区の人たち、半分に分けて、あ、対抗するやつだな、そうそう、全地区分けてね、あ、なるほど、なるほど、水野徳也さんの、うん、はい、この方すごいですよね。いろんなその真田十万石の時の行列の陣立てなんか全部自分でね、作ってやるんです、はい、毎年ね、やっておられるんです。この方もいろいろされてますよね、うん、あの人力車とかね、そういうこともね、いろいろされてまして大変ですよね、まあ、一生懸命やってらっしゃいますよね。そうですね、はい、町の中のことをね、一生懸命、そうですか、はい、何かありますか、今のこの松浦のお祭りの。この時もあれだよね、なんか生中継やったんですけどね、ここで活躍センターからね、そうですか、どうでしょう、次は何かありますか。100回記念ですか。100回記念はですね、これ皆さん出てもらったんですよね、100回記念。え、じゃなかったの、あのね、丸田先生とね、発達チーズ、あ、そうかそうか、丸田先生ね、このしゃべくり松代も松代テレビもね、丸田先生のおかげでね、こう、だんだんにね、皆さんの知れるようになっていましてね、本当に感謝するところなんですけども、どうですか、100回記念は、三田さんどう、あれね、これ、未来でっていうような話でね、うん、やったんですね、まあ、誰かのあれ、そうです、そうですね、あ、二本松さんだ、それは、二本松さんに行ってもらう、あ、くす玉ね、あ、そうそう、あ、くす玉ね、なかなか開かなくて、ね、開かなくてね、あ、そうか、思い出したな、あ、そうですね、向こうのスタジオは最後のね、あ、そうか、あ、そうか、これ映像見てるとだんだんに思い出してきますね、こういう見せながら、そうですね、はい、そうですよね、あれ、日本松さん、いろいろ作ってもらってね、だいぶご苦労いただいたんですけどね、どうでした、その感想は、100回記念の感想は、ふふふ、笑ってますね、くす玉も作ってもらったりね、いろいろ、それで、あの、クイックイックもやったりしてね、ああ、そうですね、あ、そうだね、かけ言葉もやりましたね、松代テレビ局とかけてなんてやりましたね、一番乗ってたよ、はい、私乗りましたね、あれは、はい、あれ西田さんもね、西田さんも来ましたね、はい、なんか違うね、NG だそうですね、今のはね、はい、生放送なんでしょうがないね、もう全部流れてますからね、録画あったら今 NG 集でね出るところなんですけど、はい、100回記念どうですか、なんかご意見ありますか、はい、あります、はい、若い人が、うん、ゲストに来てくださって、うんうんうん、絵を描いてくださったりとか、あと他の、うん、グループの方も来てくださって、本当にあれだったですね、うん、賑やかだったですね、よかったです、はい、あ、じゃあ清水さんも、はい、てんてんてん、はい、てん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 だそうです、清水さん何か来てたよね、え、来てたよね、そう、来てました、結構大勢だったよね、たくさんいらしたんですよ、なんだけどね、はい、はい、てんてんてんだそうですね、はい、ということで、二本松さん、いや、一番あの時苦労してもらったもんな、準備からね、全部ね、いろいろ、まずですから、ね、中の周りに、バタバタしてるね、バタバタしててね、今日はめっちゃね、バタバタしますけどね、で、くす玉割れなくてね、一生懸命で引っ張ったりね、しましたね、はい、そんなこともありました、100回記念、そう思います、はい、ね、福井さんなんかあった、特に、あ、うん、いつもバタバタしてるよね、はい、あ、なるほどね、打ち合わせとか大事だね、半分しか映ってないです、福井さん、顔を半分、あ、逃げた、あ、待って、今どこにいる、あ、そこにいます、あそこに、こっち、こっちか、はいはい、はい、わかりました、はい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 、映りました、はい、はい、はい、じゃ
じゃあ、小木さん、はい、はい、はい、映ってます。はい、行きましょうか。はい、時間の関係、はい、行きましょう。はい、あ、25分ですね、もう、はい、行かなきゃ、次に行かなきゃいけないですね。どんどん行きましょう。はい、どんどん行かなきゃいけないですね。はい、はい、次がですね、今の週の次の週で、はい、パーソナリティは宮坂さん。ああ、私ですか、来ちゃったな。で、新町歩きセンターオープン記念番組です。あ、そうですね、向こうでずっと放送したんですけども、こちらの方に移った時に、記念番組をやったんですよね。ゲストは三田さんと香山さんでしたっけ。どなただっけ、忘れちゃった。三田さんと宮坂さん2人、お二人ですね。あ、あの時香山さんご都合悪くて、そうですね、あ、そうですよ、あの時ね、急遽その日のね、5時ぐらいに言われたんですよ。ね、ここですぐバラしちゃいますね。皆さん都合悪くて、私はこちらの方で、ミキさんをやるはずだったんですけども、5時ぐらいにですね、その日の5時ぐらいに三田さんから電話来て、パーソナリティやれやということで、はい、巻きやってますね。はい、次行けということなんで、はい、福井さん、次行ってみましょう。次、はい、次行きましょう。20秒待ってください。はい、20秒待ってますね。じゃあ20秒の間に三田さん、どう、あの時突然のパーソナリティからゲストになって、はい、大変でしたね。はい、私も大変でした。はい、この新しいセンターで来てから ね人の出来がすごく多くなりました ね、はい、まあ、明るい感じであって、まあ、いろいろと、本が置いてあったり、建物が置いてあったり、販売もやってるし、まあ、非常にね、あのお客さんの出来が多くて良かったなと思いますね。あ、私ね、はい、はい、お願いします。次は何でしょう。次はですね、またその次の週で、はい、パーソナリティが曲賀亮さん、はい、で、エコルド松城秋の遊学文化祭についてです。そうですね、これは誰かあれですか、なんか、お話しいただける方はどなた、まあ、尾形さん、まあ、エコルドはあの、はい、いろいろとね、もうだいぶ時間経過してるんですけども、毎年あのやりまして、これからもですね、いろいろやっていくんですけども、にぎわいがすごいですね。うん、まあ、こういったことをやっぱり多くの町民が参加してね、あのエコルドの盛り上げていただければと思っておりますね。はい、ということで、福井さん、次はまた行けますか。20秒待ってください。はい、はい、20秒待ちますね。はい、じゃあ尾又さん続けて20秒どうですか、今の話。今の日頃の関係だと思うんですけどね、着物センターですね。いろいろ撮影会やったり、はい、着物のレースで街を歩ったり、いろいろ楽しいことが多いかと思うんですけどね、やっぱり松代は着物が似合う街ということでね、強調して皆さんも一緒になって参加して、盛り上げていただきたいということでね、はい、ということですね。はい、はい、はい、お願いします。次は何でしょうか。はい、はい、はい、少々お待ちください。少々お待ちください。ラジオ、ちょうどね、この前後であの、はい、あれですよ、あの東京へほら、ああ、ね、来ましたでしょ。ああ、そうだそうだそうだ、地方自治研究機構、研究機構、ね、はい、東京で発表してきましたね。まあ、塩テレビが取り上げられて、それで発表会をしてきました。うん、そうですね、プレゼンテーションしてきました。プレゼンテーションしましたね、皆さんの前でね、20人ぐらいの皆さんの前でね、プレゼンテーションしましたね。三田さんと2人で終わりやっちゃったですね。まあ、日頃のやり方で、日頃のやり方で、ということで、あ、こういう話してたらもう時間になっちゃいますね。それではすみません、あ、まあ、最後の締めですね、締めですね、こんな話して申し訳ありませんね、進行悪くて。それではですね、そちらの方から、最後にね、一言、町の皆様、そして全国の皆様に一言ずつどうですか。ちょうどね、これから私が出たの、はい、町の焼きのやつを、ああ、じゃあやりましょう、それでやっちゃいましょう。いやいや、いいね。ちょっとせっかくだからやっちゃいましょう。はい、じゃあ少し時間延長で、はい、別にまあ、確かにあれです、4、5分延長します。番組の時にもね、ちょっとお話をしたんですけど、あの松代テレビ局のあのロゴマークがね、町の焼きのあの、そうですね、うん、やってるので、ちょっと100何回にたって初めてご紹介をしましたということで大変失礼しました。良かったですね、あれね、番組ね、
ちょうどね、松戸テレビの色も出てましてね、よかったですよね。パワーポイント使って、そうですね。やりましたか。まだいろいろとこんなような技法を取り入れながらやっていこうと言いますけど。そうですね。あ、そうですね。町づくりとかね、やっぱり松戸の紹介をいろいろしてるわけですけど、こういったある程度テーマを持って、やっぱり町づくりに貢献するというのを含めてね、ただ単に人物紹介だけじゃなくて、これから松戸の町をこういうふうにしていきたいんだというようなビジョンもね、入れながら、それぞれパーソナリティがいろいろとこう勉強しながらね、勉強ができるように。していきたいなというふうに思ってますけど、いや、良かったです、ね、はい、ありがとうございます。はい、今まで一番いいかな。いや、ないですよ。はい、そうだね、やっぱり ね、なかっただけじゃなくてね、うん、そうですね、外部取り出して、うん、まあ本当にそこから中継できればね、うん、まあだんだんその技術が上達してくれば、そうですね、そういうことも可能になってきますから、うん、まあ真っ白全体をもっと広くこうね、紹介できるような形に持ってくれば一番だと思いますよね。ということで、若干延長しておりますけどもですね、それでは最後にですね、一言ずつ、またご挨拶いただきながら、終わりたいと思うんですけども、湯本さんどう、一言、うん、最後の一言、うん、どうですか。はい、一番端っこに、うん、の大室に住んでるんですけど、またこっちの方とか、うん、清野の方とか、美しい松代を歩いてみたいです。うん、なるほど、いいですね。はい、わかりました。はい、清水さんどうですか。もっといい映像が撮れるように頑張りたいと思います。いいね、はい、頑張ってください。はい、リュウ先生。真っ白から、うん、真っ白の真ん中から北アルプスが見える、うん、そういう高台を作りたいんですが、できれば陸橋、砂田線のところに陸橋を作って、うん、その陸橋 の高み台を兼ねた陸橋が作れたらいいなっていうのを思ってます。夢は大きいね。あ、すごい素晴らしい夢ですね。はい、片桐さん。はい、私もカメラはね、専門にこう、あれしてるんですけれども、うん、やはり、まあ、こうさっきも申し上げましたけれども、もっともっとその外へ出てですね、うん、いろいろなその録画でもいいですから、真っ白も本当にね、紹介する、先ほどとの重なる話になりますけれども、なんかね、偏っちゃってるような今感じもしてるんですよ。うん、ですから、そういう辺のところ、真っ白全体にね、うん、真っ白の中心街だけじゃなくて、うん、周辺のね、ところもぜひやっていただきたい。そんなことでね、歴史探訪というような形でもってね、各地区のその、いろいろ歴史名所、そういったものもで、紹介していくように、まあ、第2週までやりましたけども、また陽気が良くなりましたら、次回なるほど、はい、ぜひ引き続きお願いします。どうもさん、どうぞ。真っ白はですね、四季がすごく綺麗ですね。ちょっとカメラを切り替えてください。今街歩きセンターでですね、真っ白の四季という写真展をやっておりますので、後部をちょっと見ていただけたと思うんですけども、真っ白がいいところたくさんありますので、ぜひ、街歩きセンターにおいでいただいて見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、皆さんお願いします。はい、ですね、まあ、引き続いて、真っ白にはたくさんのゲストがいらっしゃいますので、うん、たどと、見つけてですね、こちらの真っ白テレビに発信したいなというふうに思います。わかりました。はい、わかりました。それでホームさん、そちらね、ずっとパソコン全部技術やりながらの出演で大変だと思うんですけど、どうですか。今日欠席しますが、酒井さん、オペレーションの、うん、そうですね、はい、100回以降にも責任しましたが、明日のチームとしてね、こういうふうに勉強しながら、また、まさにパーソナリティを、ああ、いいですね。後継者できてよかったですね。今度はパーソナリティに専念できますね。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい。はい、もう2年目卒業してますけど、私はあまり見たくないと思ってます。来年に向けて、もっと師匠の予想をたくさん
福井さん、それ、ね、ミキサーとかみんなやりながら、はい、パリ食ってる、はい、パリ食ってます、はい、はい、映ります、はい、はい、ありがとうございましたってことですね、はい、わかりました、技術ので忙しそうなんで、それではですね、こちら、福井さん、こちらいいですか、こちらの、これ、1画目でしたっけ、2画目ですか、2画目、あ、こちらなんですけどね、実は先ほどもお話に出ましたけれども、私どもの森山さんがですね、バトンタッチと、江戸のバトンタッチということで作ってくれました。先ほどこれを貼ってですね、お借りになってしまったんですけども、来年ですね、このなんか江戸の人がいるらしいですけども、誰？はい、はい、あなたって、なんか一言。はい、見通しは景気が良くなる年って言われてます、うん、いいね、ですか、来年はいい年になると思います。で、来年60歳36じゃない、山さん72です。あ、70、はい、若いね。ということで、また若返っちゃうね、うん、はい、で、若返ったところでまた、来年もお願いしたいと思います。だいぶ進行まずくですね、だいぶ時間も過ぎてしまったんですけども、1年間本当にありがとうございました。松戸テレビアンドはですね、先ほど申し上げた ましたけれども、丸田先生、そしてですね、地域の皆様、そして出演していただいた皆様ですね、そして特にですね、このスタッフの皆さん、ね、いらっしゃって松戸テレビが存続しているというようなことですね、本当に1年間ありがとうございました。また来年もよろしくお願いしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。私は技術の人たちは映らないな、うん、技術の人たち、ここをちょっとしたいんで、技術の人、ああ、了解、あ、ご紹介しましょう、これで、はい、今日のシステム、じゃあ、今日のシステムですね、あ、じゃあ、二本松さん、説明をお願いします、はい、福井さん、はい、あ、福井さん、技術の人さん、はい、どうぞ、説明、はい、はい、はい、今日の技術、どこから行きますか。私も毎日こんな風で、はい、VR5、はい、ビデオミキサー、はい、これが、ね、私いつも担当してるんですね。はい、はい、してますか。はい、はい、ここもね、手作り支援金でね、はい、切り替えて、はい、切り替えてます。はい、これがパソコンですね。今映ってますね、これね。はい。そしてミキサー、はい、音声ミキサー、音声ミキサーですね。はい。いいですか。音声ミキサーで、はい。そして録画バックアップの録画用のパソコンです。ですね。同じ画面が映ってます。はい。映ってますか。はい、映ってます。じゃあ。はい、そしてあ、カメラ、じゃあカメラ映しますか。今日はちょっとアップできないけど、この小さいやつで、これは小さいやつでね、はい、映すことができます。じゃあ、はい、1画面、2画面、3画面だとちょっと映してもらっていいでしょうか、日本松さん。それであそこのところをカメラ映してもらっていいですか。はい、ね、はいはい、こちらがカメラです。あ、待ってここ、そう通常はこちらにですね、皆さん片桐さんとか尾本さんがこのカメラについてるんですけども、今日は無人です。先ほどセットしたままですね、こちらの方に置いていただいて、こちらの方に映ってますね。はい、こちらがカメラです。はい、これが3カメですね。これ2カメ。はい、ということで、はい、1カメもありますね。はい、これが1カメです。1カメ、はい、1カメ、2カメ、3カメですね。はい、はい、こちらが、はい、こちらが先ほどの、あ、そうですね、はい、こちらがカメラですね。はい、こんないうふうなところで、毎回、出演させていただいて、技術人の方がこちらの方でやっていただいております。というようなことで、だいぶ10分過ぎてしまいましたけども、はい、これで終わっていいでしょうか。はい、はい、それではありがとうございました。
さて片桐さん、来週のしゃべくり祭の、はい、新年なんですよね、もう来年なんですけども、ね、来年もやります。あと、はい、数時間で、数時間で、そうですね、平成25年度5年ですね。その、はい、第1回目として、はい、7日の月曜日に、はい、今日はですね、今回はここにありますように、住民事務協議会の会長さんであります中島会長さんと、はい、例の八代線のことについて、そうですね、とくとまあお話をいただきたいと、こんなふうに思っております、うん、ここにもありますけどもね、まあ、先ほどもちょっと申し上げましたけども、次世代交通システムということでもって、LRT のものが中心で、まあ、盛んにその話を当局の方としているわけなんですけども、うん、まあ、どの辺まで進んでいるのか、そんなことも含めてですね、またどんなふうに、これがそのコースですね、もう設定されるのか、そんなようなこともいろいろとあると思います。いいですよね。あまりここで言っちゃうとね、またお楽しみがなくなります、ね、うん、そうですね。実は私どもね、片桐さんも行かれたんですけど、私どもね、富山にですね、この新交通システムのね、LRT をね、見学に行ってきましたね。そんなことも含めてまたお話あるんじゃないかと思うんですけども、よろしくお願いします、はい、じゃあ来週のしゃべくり祭をどうぞお楽しみに。それくらい松代、また見たね。